はい、どうもおひげちゃんでございます。というわけで、本日も積み込み完了してきて夜場修行をしております。夜場走りで今20時過ぎですね。で、また今日も群馬県行きということでセンター回りでございます。前回みたいにね、降りったりしません。もうあれはいいです。はい、時間もね、多少変わりますけど、で2ストップもしかしたら2ストップなるかな、ちょっとはまあしゃあないなと思って、1ストップで行かない方は2ストップで行きゃええかなと思って。というわけで大阪から群馬行きです。はい、というわけで多賀の上りでサク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 っとご飯を食べてから行こうと思います。さあサクッと食べていきましょうか。いきなりステーキあんねんな、ここな。いきなりは今日はないです。はい、と言ってもいきなりステーキはもう閉まっておりました。俺10時って書いてたけどな、前はとりあえず、多賀のサービスエリア上り線でございますね。どのようなラインナップでございましょうかということでございます。で本日選びましたのはこちらです。はい、ドーンとお豆腐ともつのこの煮込み定食でございます。いやー、寒い夜にはあったかいこちらのもつ煮込み、美味しそうでございますね。存在感のあるこのお豆腐、いやー、これいいじゃないですか。焼き豆腐でしょうかね、ほんと。はい、豆腐最高でございます。肉豆腐最高でございます。プリプリのこの筋とこんにゃく、このタレと効いて、タレというかね、お出汁ですかね、これいいですよ。まあギットギットじゃないからね。そんなに、まあコクのある甘辛のスープではございます。いやはやご飯とこの相性最強タッグでございますね。とにかくめちゃくちゃ美味しい。まあ休憩時間はね、本日ワンストップを狙っておりますのでね、ここで30分以内に出て、まあ20分ぐらいで出て、もうちょっと先の方でね、残り10分休憩して、まあなんとかねワンストップで最後まで行こうかなという感じでございます。いやー、それでもゆっくり味わいたいわーっていうぐらい美味しいんですけども、まあそうも言ってられないので、もぐもぐ食っております。そしてですね、最後辛抱たまらんようになって、ぶっかけてしまいました。ダメだよ、もう我慢できないよっていう感じですね。いやー、もうこれがまた一気に食べれて汁もいっぱい吸って最高に美味しいでございました。はい、大満足ごちそうさんでございました。さあ上田菅平まで来てました。長野道からね、もう長野道ずーっと中央道、長野道と来て、もうちょっとであれかな、上信越入っていくかな。同僚の人と喋っとったらあっちゅう間にここまで来とった。まあ道中もずーっと真っ暗な高速道路を走ってまいりましたんで、特に変わり映えもないということで、とりあえずね、まあ卸終わらして、卸終わらした頃には明るくなってると思います。まあこの時間はもう路線屋さんばっかりですよ。はい、荷卸し完了してきました。暗い、外が暗い。いやー、暗いうちに終わりましたね。もう次明るくなってると思ったでしょ、俺も思ってた。でもまだ暗いですよ。5時40分やって、ラッキー、めっちゃ早く終わりました。というわけで明日も都内から帰りにおつむので、近くまで行っておきます。今日は関越道を通って、関越道のどっかのパーキングで泊まろうと思います。いや、いいね。また明日もね、夜走りなんで夜までゆっくり休憩です。
はい、高坂サービスエリアで終了します。終了します。今日は早く来れたぜ。イエイと。こっち来て赤かったか。こっち来て赤かったな。はい、おはようございます。いや、気づいたら寝ておりました。おひげさんでございます。というわけで、ここはどこでしたっけ。高坂でした。高坂サービスエリア。ちょっと朝顔洗ってブラブラしてきます。結局昨日何も食べずに寝てしまいましたわ。どうしたの。すいません。ホットコーヒーと、あのホットドッグ。ホットドッグ何種類ございます。オリジナルでいいです。はい。いや、今日朝から暑かったわ。もう今日はね、もう朝から暑くてね、暑すぎて目覚めましたよ、ほんま。半袖です。パンがうまい。ちょっとバケット風。今2時前ぐらいで、このまままた夜までここで行ってます。もう一食食べようか。すっかり夜でございます。さ、夜飯というか昼飯というか、その辺の飯をいただきます。はい、というわけで、カツ屋さんがあってですね、その横にはね、あのラーメン花月なんちゃらいうのがありましてですね、迷った時は両方食えという感じでございます。このラーメンは花月嵐、ですかね。あの醤油豚骨、結構こってりめの醤油豚骨、あとカツ屋さんのカツ丼530円。やって、いや、めちゃくちゃ安いよね、ほんと。で、このラーメンもね、俺多分ね、一回別のね、パーキングで食べたことあるんですよね。やっぱ美味しかったんですよ、この時のね、スープが。結構ね、そんなにね、癖のない醤油豚骨スープなんですけど、すごいね、臭みはないけど濃い。濃い、あの僕の大好きな醤油豚骨スープ。和歌山ラーメン系の醤油豚骨スープでございます。これなんかね、いろんなところで見かけますよね、このラーメンね。なんか僕的にはもっと評価されてもいいんちゃうという感じはしております。いや、卵もね、このメンマちゃんはね、ほら、いい色してるでしょ。美味しいですよ。はい、本で続きましてが、こちらのカツ丼ちゃんでございます。カツ屋さん有名ですもんね。まあ、普通の店舗に比べたらね、多分ね、30円ぐらいちょっと高くなってるのかな。まあそれでもね、このカツ丼が1杯520〜530円で食べれますから、もうこれはありがたい話でございますよ。まあ味に関してはね、もうカツ屋さんのカツ丼、もう皆さんご存知だと思います。非常に美味しいでございます。こちらのラーメンも美味しかった。ほんと最高、満足、大満足。もうこれで一生懸命あとはお仕事ができますね。はい、ごちそうさんでございました。ウルトラさん、ウルトラさん、なんかこれ、あ、なんかいいの。
別にいらんけどなんか言われるのは別にいらんねんけど、コーヒーだけ買っとこう。ご苦労さんでした。ご苦労さんでした。こっちか。20時、高坂を出発しましょう。え、こっちか。難しいな。出方が難しい。というわけで、ここからはそんなに前回と変わることもないと思います。マット内まで行って、そんで、すごい綺麗綺麗、車内がすごいきらびやかな人がいた。で、大阪向けて走って朝降ろすというような感じでございます。だけど昨日からね、多分動画がついてると思うんで、ここから、何もなければ飛ばします。はい、ここでしたか。ここでしたか。右折しますね。高速ですが右折します。はははは、本当首都高はね、90度に曲がるところが多いですね、ほんまに。いや疲れるわ。90度に曲がるところが多いですよね。まあビルとビルの間をね、後から多分縫って作ってるというか、こういう道なんで。はい、出発をしてまいりましたよというわけで、何か23時45分です。さあ、というわけでもまたね、一回ワンストップして、で明け方まで、多分さすがに今回は明るくなってると思いますよ。へー、何これ、工事渋滞12キロ60分って、何これ、もう急にめっちゃ伸びてるやん、50分になってるやん。なんかすげえ、20分とかやったと思ったら、次は60分になり、 100m 進んだら50分になり、まあまあいいわ、何それ。ちょっと12月ですよ。路線屋さんは非常に疲れております。路線屋さん疲れております。夜中でも走ってるんです。まあ、昼間も渋滞するけど、夜中にやっても渋滞するんですよ。まあみんな忙しいとは思うんですけどね。で、やっぱ止まったか。止まれへんとかないかなって一応思ってんけどな。やっぱ止まるか。何止まりこれ。なんか自己渋滞でコントで撮ったよ。なんか突っ込みましたか。勘弁してください。どうする、これなんか動いてんねんけど、大井松田までやっぱり自己渋滞を起こしてるらしくて、どうしよう、こんだけ進んでたらどうなんやろう、なんかわからん。マジでわからん、どうしよう、これわからんな。でもここで急になんかまた動き出してんねんな。松田まで、大井松田までは10キロ切ってんのか。あ、なんかまた止まるか。どうする。あー、どうする。やっぱり混んでるんか、これ。大井松田まで50分かかるって言ってるな。そんなかかるような感じもせえへんねんけどな。大井松田、1個乗り直そっか。ねえ、前の人1個乗り直そうか。それが吉と出るか京都出るかは分かりませんが、ちょっと乗り直しましょう。一区間乗り直します。あ、ちょうど今止まってきてんじゃん、これラッキーかもね、正解かもしれん。
246方面に向かって246を西に進んでいって大井松田でもう一回乗り直す。これ冴えたんちゃう冴えたんちゃうか今の判断。今日はこれ多分冴えたな。多分これちょっと前もう止まってたもんね。ギリギリいい判断をしたかも珍しく。歩道を走るなって言ってバカチンが叱っておきました。あ、ちょうどね一区間走って大井松田のとこまで来たんですけど、上に走ってんのがね透明なんですよ。あれ上りはスムーズに走ってるでしょ。なんか運んでる下りがねややこしい。こうです渋滞はとは出てないね。勝ったか勝ったかひょっとして俺勝った、うん、あれなんかと詰まっとんな詰まっとるな詰まっとるな。早かったかなあり。でもなんか渋滞とは出てなかったもんね。低速車作業中ぐらいしか出てなかったからさ、いけんじゃねえと思ってるけど、なんすかいやそんなことないと思うよ俺。合ってると思うよ。こっから復帰すんのはまあもうねこれ一車線でね、車線の絞り込みはしてるからそんなにねこっからね合流するまで混むってことはそんなないんで。左ルート、なんやろ、まあ、右ルートを今度は通行止めにしてんのか。で左ルートを前まで左ルートをね工事してたんですけど、すいません行かせていただきます。イエスイエス回復イエス完璧や。完璧なあれやね、渋滞回避術でした。はい、ありがとうございます。さすがです。さすがプロドライバーで調子乗ったらあきませんよ。鉄道テーザー放送の鉄道兄ちゃんが言っとったんですけどね、事故を起こしやすい人の特徴ね、妙に自信過剰な人と優柔不断すぎる人。ほんまそうやわ。妙に自信満々の人ってなんかもうちょっと逆に怖いもんね私には全てが見えておりますみたいないやそういうことはないと思うからね。やっぱり若干の臆病さがいると思いますよ。ゴルゴ13じゃないですかね。スナイパーに必要な条件 10% の才能と 20% の努力、 30% の臆病さに 40% の運である。なんかちゃうなしっくりきませんでしたわ。はい、お疲れさんでございます。時刻8時30分終わって帰っておりますというわけで今日はこれで終わって、またね今日また夜積んで関東走りますよ。茶髪でさあ頑張ろう最後までご視聴ありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。バイナー。全国のヒゲちゃんファンの皆様お待たせいたしました。天才ぼやっき様の登場でございますわよ。チャンネル登録しないとお仕置きだピー